Hello everybody. Welcome back to my channel. I finally decided to play this game after a long time of thinking which one I like to share. I hope you guys leave a like and share it. I would really appreciate that. Thank you and enjoy the game.君は…うわっ！そんなこと僕が知るか。突然現れたと思ったら勝手に人を押し倒して
勝手に僕のセリフを奪って、君の方こそ何様ですか。というか、痛いんですけど、重いんですけど、早くどいてくれないかな。あの、僕の話聞いてます？君、話通じない人？それとも、僕の質問をわざと無視してまで自分の意見を通したいがために、他人のことを考慮しない行動をする自己中心的な性格破綻者ですか？大体、他人の名前を尋ねるときは、まず自分から名乗るものだって聞いたことがないかな。って、ああ、もう苦しいんだよ。どいてくれてありがとう。君がどれだけ愚かで利己的だとしても、完全に話が通じない人種でなくてよかったよ。おかげで僕は圧死せずに済んだ。だから名乗れない。つまり記憶喪失だと？僕は記憶喪失かと聞いただけだ。君が身勝手に語り出した自身の状況から推察したに過ぎない。いわば条件反射であり、ただのレスポンスであり、社交辞令であり、そこに君への深い興味も、ましてや君への同情心なんてものは1ミクロンも存在しない。君もめげない人だ。人はそれを能天気とも無神経とも空気を読まないとも言うね。僕ほど素直で心優しい人間なんてなかなかいないと思うが、なんせ君みたいな失礼かつ無遠慮な人間に、わざわざ自らの時間を消費して付き合ってやっているんだからな。気に入らないというのならば、
僕と話をしなければいいだろう。君はド M か。普通は他人のことよりまずは自分のことを知りたいと思うんじゃないのか。記憶喪失なんだろ。自分の名前もわからないくせに、出会ったばかりの他人に名前を求めるのか。変わっているな。まあ変わっている。変だ。おかしい。頭がイカれてるとしか思えない。ちょっと待て、話が飛躍したぞ。なぜ今の会話でそうなるんだ。参ったな。頭のネジが緩いを通り越してぶっ飛んでるとは思ってはいたけれど、一本や二本どころの騒ぎではなく、最初からネジなど存在しない空っぽで空虚で中身のないガランドだったとはな。いや、まあ記憶喪失なんだから当然といえば当然なのか。嫌だね。なぜ僕が君に名付けなければならない。僕は君の親か、生き別れの兄弟か。少なくとも僕と君の容姿は似ても似つかないので、その可能性はないだろう。君という二人称があれば事足りるさ。君が適当に名乗ればいいだろう。僕がつける必要性が見受けられない。
こうして話が元に戻るわけだな。僕の名前は多分アリスだと思う。さようなら、お元気で。もう二度と会うこともないだろう。僕は冗談が嫌いなんだ。見ろ、鳥肌が立った。今後ベタでくだらないことを口にしたら、僕は二度と君の言葉に返さないし、君と視線を合わさない。君をいないものとして扱う。空気だ。いや、空気は必要だな。石だ。路肩の石だ。わかればよろしい。どうでもいいことには勘を働かせるのに、こういうところは都合よく鈍いんだな。しょうがない。心優しい僕が頭の弱い君に教えてあげよう。サービスだぞ。泣いて喜べ。つまりはだ、僕も覚えていないんだ。そうだ、君はここがどこなのか、どうしてここにいるのか僕に尋ねたが、これで僕がすぐに答えなかった意味が分かっただろう。僕はわざと答えなかったわけではなく、答えられなかったから答えなかったんだ。まあ、それとは別に、君の態度が僕を苛立たせたという理由もあるにはあるのだがな。いや、むしろそちらの方が正当な理由か。とにかく僕は気づくとここにいた。気づくと記憶がなかった。特に支障はなかったので、ここでのんびりしていたら君が現れた。君が置かれた状況とさほど変わりない。ただ、僕は君と違って、アリスという名前を覚えている。それ以外はな。
ああそうだ。とは言ってもアリスという言葉がそもそも本当に名前を示すものかどうか、それが僕であるのか疑わしいがな。そもそもアリスというのは女性の名前であって、男である僕がアリスという名前なのもおかしいのだが。そうだ、それ以外覚えていないわけだしな。第一、君がここに現れ僕の名前を求めなければ僕には名前など必要なかった。君が現れなかったら僕もアリスではなかったということさ。というわけでだ、今から君の名前は便宜上アリスとする。そうだ、僕たちには記憶がないんだ。僕はアリスという名前を覚えているが、それが自分のものなのか、それとも別の誰かのものかはわからない。そこに現れたのは同じく記憶をなくした君だ。僕は君を知らないが、記憶をなくす以前の僕たちは知り合いで、君の名前がアリスだという可能性も万が一つにもあるかもしれない。僕が知るわけないだろう。宿敵同士かもしれないな。それはないな。君は僕の好みから外れている。それはいわゆるライクというやつか、それとも。いや、そんなことはどうでもいい。ああ、それでどうなんだ。アリスという名前は不服か。先ほど散々僕に名前をつけろと言っていたのはどこのドイツだ。じゃあ僕はカタカナのアリス、君はひらがなのアリスでいいだろう。それともカッコ仮をつけるか、アリスカッコ仮。ああよろしくアリス。できればこれ以上よろしくはしたくないのだがね。どうするもこうするも別にどうするつもりもない。君はそんなことを聞いてどうするつもりだ。
まあ能天気な君のことだからここから出たいと思ってるんだろうが、無理無理やめとけ。どうせ僕たちはここから出られやしない。無理だからだ。論より証拠というが、そんなものはない。強いて言えば第六感だろうな。君こそなぜここから出たいと思う？今までの君の言い分から察するに、君はここから出たいんだろ？闇？ほう、その言い方だと。まるで闇が意志を持っているみたいじゃないか。なんだ、ようやく自分のバカさ加減に気がついたか？一つ気づいたようだな。利口にはほど遠いが、それでもまあ進歩には違いない。小さな小さな、僕にとっては取るに足らない一歩なわけだが。当たり前だろ、僕を誰だと思っている？加点してやろう。減点2でプラマイゼロだ。やはり君はバカだな。見えているから話しているんだろう。それとも何か？僕は今まで一人漫才をしていたとでも？僕は一人が好きだが、独り言を言うような趣味はない。
ちなみに先読みして言うが、いわゆる幽霊が見えるという体質でもない。ま、僕は記憶をなくしているから、僕が霊感美少年だったという可能性が万が一にもあるかもしれないがな。そんなに気になるのなら自分で確かめてみればいい。その目は飾りか？話がそれた。先ほどの話題に戻るぞ。君はここにいてはいけない。なぜなら、自分がこの暗闇に同化してしまうのではないかと思っているからだ。そのことに理屈はあるか？君が言う闇がどんなものかはわからないが、ファンタジー世界よろしく。闇が君を襲ったというのなら、僕はどうなる？僕はずっとこの場に留まっているが、君と違って何ともない。それはどういう理屈だ？闇に取り込まれたらどうなる？そうか。なら少し質問を変えよう。君はなぜ自分が記憶喪失なのかわかるか？君は記憶を取り戻したいか？君が君でなくなっても？君は今記憶を失っている。今までどんな環境で育ってきたのか、何を目標にしていたのか、何もかも覚えていない。いわば無の状態だ。
ちなみに人間としての人格形成は遺伝の影響も多少はあるが、環境によるところが大きいだろう。つまり、自分という存在は今までの経験や体験が作り上げたものであるということだ。そしてその置かれていた環境が一変した状態が今の君だ。つまり君は本質的には君であっても現象的には今までの君ではない。記憶を取り戻すということは、眠っていたもう一人の自分を呼び覚ますということだ。君は自分が良き人間だったと思うか？とんでもない悪人だったという可能性は否定できないはずだ。なぜなら、君には確固たる記憶がないんだからな。君は記憶を取り戻すとして、そんな自分自身を、過去を、罪を、受け入れる覚悟はあるのか？それは随分と殊勝なことだ。だが、君がもしも今までの君を受け入れたとしても、今までの君が新しい君を受け入れるかどうかはわからない。君がこの先経験していくこと、肯定したもの、拒絶したもの、すべてを昔の君が否定したらどうする？自分自身の消失を意味するのだろう。つまりは、どちらかが消える。そうだ。はあ？なぜそうなるんだ？君の脳内はお花畑がお菓子でできてるのか？まるで煮詰めすぎたジャムのなり損ないみたいだ。都合よく解釈しすぎだ、愚か者。なぜ僕が会ったばかりの君を心配する必要がある？
いい加減に君と話すのも疲れてきた。いいか、僕は。なぜそう思う？は君は本当に頭が悪いな。君はこの世界を一体何だと思っているんだ？想像力の欠如だ。もう一度よく考えろ。3秒待ってやる。3、2、1。はい、終了。これ以上君のトンチンカンな考えに付き合っている義理はないので結論だけ言おう。僕はこの世界は夢だと思っている。そうだ。僕に記憶はないが、それでも本能的に、本質的にこの世界は現実ではないということはわかる。ならば、この世界は何かと考えた際、一番現実的な答えが夢の中だ。君は闇に飲み込まれそうになったと言ったが、闇は闇だ。意志なんてあるわけがない。本当に闇に意志や目的があるとするのならば、それは闇っぽい何かであって闇ではない。では、なぜ君は闇に襲われたなどと妄言を吐いたのか。安心しろ、妄言とは言ったが、別に君が嘘をついたとは思ってはいない。僕はあくまでも、現実的に、理論的に君の意見を否定しているに過ぎない。だがこれが夢だとしたら、全てが肯定される。なぜならば夢だからだ。この世界が夢の中だと仮定すると、正直何でもありだ。夢ならば、闇っぽい何かに襲われようが、幽霊ツチノコネッシーなどといった、いわゆる創作上の生物に襲われようが何ら不思議ではない。現実も理論もクソくらいだ。以上、僕がこの世界が夢であると思うゆえんだ。何か質問は？って、おい、いきなり不細工な面をしてどうした？僕を笑わす気か？そうか、なら僕も加勢してやろう。
君は原始痛という言葉を知っているか？怪我や病気によって四肢を切断した後、あるはずもない手や足が痛む症状だそうだ。詳しい原因は分かっていないそうだが、体に受けたダメージだけが痛みとして知覚されるわけではないということだ。夢で色を認識しているのはなぜだ？時にはうまいものを食べて、味や匂いといった感覚を夢の中で得たことはないか？別にありえないことはない。それは僕が知っているからだ。記憶しているからだ。自分の蓄えられた記憶、その神経回路の発火が夢だ。したがって夢とは自分の記憶の断片の再現、再構成と言える。夢に登場する人物や場所はほとんどの場合、脳のどこかに記憶されたものだ。知らないものは夢でもどうにもならないが、過去に経験したものを元にして脳が勝手に作り出すことだって可能だろ？もしくはこういう捉え方もできる。例えば夢で落ちる夢を見たとしよう。衝撃で目覚めるとベッドの上から落ちていた。痛いに決まっている。というわけでだ、君がごく古典的で安直な方法でこれが夢かそうではないかを確かめようとしているが、実際に目覚めない限り痛さを感じようが感じまいが、これが夢であるという証拠にはならないんだよ。まあどれもこれもあくまで仮説だ。僕の言葉がどれだけ信憑性めいていても確証はない。話半分に聞いておけ。これが夢だとしても目覚めなければ夢だと断定できないんだからな。だから愚民は、答えを僕に求めるな。僕は優秀な人間だが万能ではない。そうやって人に頼り、自分自身の思考をおろそかにするな。ならばヒントをやろう。君は言っただろう。
闇に同化すれば自分自身は消えてしまうと。それは夢の中で自分という存在が非常にあやふやな状態であることを示しているんじゃないのか。そうだ、自分が自分であるとわからない。それはつまり記憶喪失であることにつながる。ではなぜ夢の中で記憶を失っているのか。夢は自分の記憶の断片の再現、再構成と言えるというのに。そう考えるのが自然だろうな。その通りだ。君が闇に襲われたと言ったが、それは無意識のうちに自分を無に帰そうとしているのかもしれないぞ。そもそもこれが夢だとしたら、どちらが本物なんだろうな。夢を見ているのは僕か、それとも君か。夢の中の不快で理不尽な登場キャラクターといったところだろう。夢ならこれは悪夢だ。正直、一刻も早く目覚めてほしい。ふん、話がだいぶ脱線しまくったな。君はまだこの世界から出たいと思うのか？たとえ現実の自分が望んでいなくても？そっか、出口を探すというなら勝手にすればいい。僕はどうでもいい。僕はこのままで構わない。正直動くのも面倒だ。こうして他人と話すのも嫌で嫌でしょうがない。君が自ら去ってくれるというのなら願ったり叶ったりだ。別に。君、自分勝手だって言われないか。
君は人の上げ足取りが好きだな。記憶をなくす前もさぞや素晴らしい性格をしていたんだろう。神様、仏様、古今東西どこぞのマイナーな神様でもいいからお願いです。僕をこの悪夢から目覚めさせてください。この人の話を聞かない悪魔からどうか救いたまえ。信じる者は救われるというが、神など信じずとも崇め立てずとも貴賤すら問わずに救うのが神だろう。それは君にとってだろう。僕にとっては君はお荷物だという可能性を少しでも考えてみたらどうなんだ。知っているかな。そういうのは余計なお世話というんだ。親切の押し売りは鬱陶しいだけだ。君にわずかながらの良心と常識があれば、わがままは良くないものだとわかるのだがな。君も本当に懲りないな。ある種の狂気であり、恐怖を感じさせる。手をつなぐ必要があるのか。なぜ。私が手をつなぎたいからだろう。くだらない。実にくだらない。僕は運動と無駄が大嫌いなんだ。この二つに共通することがわかるか。消費だ。運動は体力を消費させ、無駄は時間の無作為な消費だ。だが残念なことに、時間を有効活用しようと思ったのなら、それなりの代償を払わなければならない。動いている。息をしているということは時間が進んでいるという証拠でもあるからな。よっておそらく普段の僕ならば最短かつ最適な行動をとるところだろう。だがここには時間の概念がない。つまり思う存分無駄をしようが構わないということだ。
急がば回れと言うが、急ぐ必要性すらないのなら、僕はグダグダと自分のペースで気ままに行動することを選ぶ。いいか、できるだけゆっくり歩け。急に走るな。間違った道を選ぶな。疲れたら休むぞ。なんだ、突然笑い出したりなんかして気持ち悪い。気でも狂ったか。ああ、まあ最初から君は狂っていたな。すまない。僕は君といると調子が狂う。鏡だな。水晶だったらこんなにもはっきりと自分の姿が映らないだろう。水晶のような鏡なのか、鏡のような水晶なのか、どちらかは分からんがな。ただまあ、普通とは違うのは確かなようだ。それを言うなら、僕たちの姿が見えているのも不自然だろう。僕たちはクラゲか、ホタルか、提灯暗光か、おそらく理屈ではないのだろう。鏡を見て即出口だと思う君の考え方は短絡的で安直すぎて理解できない。
と言いたいところだが、この状況下においてはあながち間違いだと言い切れるものでもないのかもしれないな。だが、まあ鏡は鏡だ。ほら見ろ、普通だ。種も仕掛けもない。これが物語なら鏡を通り抜けて別の世界にとなるわけだがな。そっくり同じ。ただ何もかもが逆さまなんじゃないのか。この世界が現実でないのだとしたら、鏡の向こうは現実世界なのかもしれない。さあな、この世界が夢であり、かつ悪夢ならばいい世界であり、いい夢ならば悪い世界なんだろう。これ、壊したらどうなるんだろうな。別に少しくらい構わないだろう。もしかしたら壊したら何か起こるかもしれないぞ。だがまあ僕はやらないがな。そもそも僕はこれが何であるのかもどうでもいい上に、ここから出る必要もない。それに加え、僕は素手で鏡をぶち破るような野蛮な人間でもないし、破片で怪我でもしたら割に合わない。つまらん。バカバカらしく。うん、そうだね。やってみる。えい、パリン。的なことくらいやってのければいい。安全圏に逃げ込んでいては何も変わらんぞ。もちろん君を恨む。無思慮と無謀は愚かだ、野蛮だと君を蔑む。当然だろう。はいはい、出た出た。人の話を無視する君の得意技だ。鏡を通り抜けること自体現実ではありえない。無双であり空想であり、ただの妄想だ。
可能だな。明晰夢といって、これが夢だと自覚することによって夢の状況を自分の思い通りに変化させられるそうだ。これは…ち、くそ、目がくらんだ。こいつらが女に見えたのなら眼科に行くことをお勧めする。今眼科に行きたいのは僕だがな。どちらも同じ世界観のようだな。奇遇だな、僕もだ。いけそうだな。さて、君が発言する前に言っておこう。どうせ君のことだから特に考えもなしにどちらかの鏡の中へ飛び込もうとするんだろう。鏡の世界が果たしてどういった世界なのか、映し出された人物が敵か味方かもわからない状態で何の確証もないことに挑戦することはひとえに無謀であり無茶苦茶だ。結果に対する深い考えがなさすぎる。正直言って僕は嫌だ。行きたくはない。これは僕が怯えているわけではなく、僕の最初から一貫した発言だ、考えだ。僕は面倒事が嫌いなんだ。だが僕は君に手をつながれている。君は僕の手を離さないだろうし、このまま僕も鏡の世界に行くことになるのだろう。一蓮托生というが、正直僕にとっては合意のない上での心中と同じだ。
僕は君と出会ってから少々どころか大いに迷惑をかけられて大いにうんざりさせられているのだが、これ以上君の言いなりになってわがままに付き合わされるのはごめんだ。だからこそ僕はあえてと、君はどちらを選ぶ？